今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。で今日はですね、前回の続きといくんですが、今ですね経験値37ためはまりました。で今かまどとかは、トラップで回収した、石とか金とかになるやつを今燃やしているのですが、結構大量に取れたので、で、トラップなんですが、まだ経験値が転がっているという。でこのようにトラップでこれですね、これで稼ぎつつここまで貯めていきました。で今日なんですが、今日は今鶴橋でスコップで戦う武器トライデントあるんですが、ですね、最後に一つ斧を作っていきたいと思います。で斧に必要なのは耐久と、修繕は必要ですね。効率強化も必要。これ2つ組み合わせて5にして、あとは斧なんですよね。斧はどっちをつけたらいいかわからないんでね、一旦ちょっと斧を作って修繕したいと思います。そしてここにまた溜まっているんではないのか。じゃあ斧を作っていきましょう。その前にクラフトをして斧を作って、ほとんど元通りになるんではないかな。はい、入れ替わり。はい、これで5の効率強化つきましたね。あとは一旦経験値があるので、雨ですね、これは普通の雨なんでしょうね。ちょっと豚さんごめんなさい、普通の雨です。はい、花火が欲しいというわけで、ちょっとですね、またいいか。ちょっと置いとこう。エリトラなくしそうな気もしてきた。斧できたんでね、今日は斧を作る動画でもあるんで、4つできて、ちょっと鉄の残ってるとこないか見てこないですね。
な予感がするんだよな。嫌な、その嫌な予感っていうのがですね、ですね、結構放置してたんですわ。放置していたので、そうそう、ネザーゲートのところに取り付けた方がいいのかな。様子を見ていきたいんで、OK、これで襲われることはない。ちょっとネザーに行ってみましょう。さてどうなってるかな。誰かと戦ってる。ブヒーって言ってますよ。やっぱり誰かと戦ってる。絶対死んでるよ。死んでない。生きてる。はあ。周りの確認 OK。さんもいません。どこだ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 、出口はどこだ、どこに扉をつけるんだ俺は。じゃあ安全が確保されたので、ちょっと少しですが、こう持っていって絶対。弓の音がしたいな。なぜ弓の音がしたんだい。長いな。ピグリンさん、あ、ピグリンさんいた。結構放置だけ。あ、なんだ。お、ソウルスピード。おお、いいのくれましたね。はい。このピングリンさんだけど。避けてるだろ、あいつ避けてるだろ、絶対。うちかえせ。起き止めない。なんで出てきてんだあいつ。逃げた。
これ。あ、そうやった、そうやった。こいつ、マグのキューブがいた。ここに。普通に近づくのは危ない。よく入ってくれるんじゃないのこいつ。入ってくれてもうまい。ロバが邪魔している。そうだ、ロバさん、そこでこいつの行き先を邪魔するがいい。動きが制限される。ここではまだおる、まだおる、まだおる、まだおった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 。あれ、これだけ？これだけ？これだけ？待って、これだけ？あ、でっかいもくれるんだね。なんかくれた。ソウルスピード。ザーレンガ。続いてはお、でっかいくれました。でっかい。あれ、ピグリンとの攻撃の方が鉄増えるんじゃないのかい。これはただの鉄のぶつかり。お、ソウルスピードさん、お、いいじゃないか。ここはソウルサンドバリアが近いのでね、ちょうどいい。かわ、ありがとうさん。それでは戻りましょう。夜です。夜だよ。結構溜まっててないな。ちょっとブタさん入ろうとしてんだ。お、結構ある、結構ある。そして今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ今日の目的は斧ですね。斧、全一応必要なツールは全部できたので、まあよかった。これを大事に使っていきたいと思うんですが、絶対どっかで全ロスするという。で、今日のピグリンとの、攻撃の成果は撤回がありましたね。はい。で、まあ撤回もらえるんだったら結構いいですね。あとソウルスピードのブーツ2個ですね。3と1で
本が1、うん、ちょっと大事に取っておきましょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた会いましょう。